こんばんは、旅人さん。この琥珀の瞳であなたの未来を覗いてみましょうか。夜の砂漠は過酷ですから、あなたの夢なき眠りは私がお守りします。大切なものを守るには盾だけでは足りません。だから槍を手に取りました。この祈りを聞きなさい。今獲得した力は未来の不安に対処するためのものかもしれません。